1段点からリフトオフ。 First stage mode ignition and lift off。 惑星分光観測衛星スプリント A を搭載したイプシロンロケット試験機は平成25年9月14日14時00分00秒に内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。まずはリフトオフ後のロール制御の様子です。基本的に発射方向に射点が設置されてますのでほとんど回ってはいませんね。フェアリングがきれいに分離できているのが見れます。奥に宇宙が、地球ですね、地球が映ってます。